When you can't find the light to get you through cloudy day. When it starts to shine. アロハビッグアイランズアイズの時間がやってまいりました。お相手は私ヒロイナズとハワイ島在住ブルースミュージシャントミーさんです。トミーさんこんにちは。はいはい、こんにちは、アロハ。さて、ハワイ島の天気は最近どうなんですか？ハワイ島天気ここね、3、4日天気悪いですよ。あ、そうなんですね。珍しい。今日も朝からコナに子供らとサーフィンしに来たんですけど、もうあんまりも曇ってたりして、もうやめたなんつってやめちゃいました。そうなんですね。ハワイでもそんなことがあるんですね。ねえ、なんかありますね。今日はですね、いきなり音楽のシーンから始まるんですけど、この場所とこの方はどういう方なんですか？これはクイーンズマーケットのセンターステージで、はい、昨日やったね、チャリフリーウォークと一貫のフリーのコンサートで、はい、僕らがやる前にやってた子たちで、子たちじゃねえか、若い子たちで、はい、ヒロに住んでるんですけどね、ヒロからわざわざやってて、ほう、まだ20歳か22、23歳ぐらいだけど、僕が若い頃にリアルタイムで歌ったり踊ってたりした、はい、マイケル・ジャクソンとかね、アース・ウィンド・アンド・ファイヤー、スティービー・ワンダーなんかの曲ばっかり、なかなか関心な若者の曲さんですね。珍しいですね。上手ですよ、この子ら。お客さんはこれ無料のコンサートなんですよね？無料です、はいはい。こういう無料のコンサートがね、日常的にこうやって開かれていて、まあ本当素敵ですよね。ねえ、どっかで必ずなんかやってますね。で、クイーンズマーケットなんですが、このまあワイコラビーチリゾート内にあるショッピングセンターなんですけど、まあこの中にあるお店っていうのは結構紹介してるんですけど、全体像をこうやって見るのはなんか久しぶりですよね。そうですね、やっぱりね、先週か先々週のヒロモールみたいな、いや全部ね、屋内じゃなくて全部外から直接ね入る県屋的なお店ですからね、みんなね。そうですね。そしてですね、今日はその中でですね、一軒ギターのお店、まあウクレレのお店を紹介したいなと思うんですけど、このウクレレのお店は、このウクレレのお店ね、つい先週キングショップからクイーンズショップに移ったばっかり。あ、そうですね、はい、うん、ハワイのウクレレ職人さんがね作ってる手作りの本当に素晴らしいウクレレとかも売っていて、はい、世界的に有名なカマカのウクレレは今ね、この店で売らせてくれという、ね、申請中だそうです。あ、そうなんですね。へえ。やっぱカマカのウクレレとかね、パッとそんじょそこらに店開いたから仕入れて売ろうぜとか言ってもなんか無理みたいですね。ちゃんとカマカが認証して、この店だったらまあ売ってええんちゃうかみたいに、ちゃんとしたプロセスを通らないと売れないみたいですよ。なるほど。まああれですよね、こうハワイに行ってこういう、まあ、ウクレレ買いたいっていう、まあ、ファンの方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、どういうところで買ったらいいのかってね、よく分かんないかもしれませんけどね。そうですね、やっぱりウクレレショップちゃんと専門店で、そのお土産屋さんみたいなウクレレ屋さんじゃなくてね、ええ、やっぱりちゃんとウクレレのことを知ってる職人さんクラスの人が経営してるところがやっぱりいいでしょうね。まあ、ここはじゃあそうおすすめ店ですね。うん、ここもその店員さんのお父さんが作ったウクレレも 2,3 個売ってますよね。これこれとかそうですね。あ、そうなんですね。うん、まあ、ぜひですね、こうウクレレ買いたいっていう方はですね、こういうお店ぜひ行ってほしいですね。今日はですね、ハワイのまあ日常の一シーンというべき、まあ、ショッピングセンターとですね、音楽の話題をお送りしてるんですけども、まあ、ワイコラリゾートに宿泊したことのある方っていうのはね、クイーンズショップ、クイーンズマーケットの様子を見て、まあ、ハワイに帰りたいなーなんて思った方も多いでしょうね。そうでしょうね。やっぱりね、好きになっちゃうとね。ですね。ね。本当に。好きになっちゃうとね。そうですね、まあオアフ島だとね、ハワイにまた行きたいってなっちゃうんですけどね。ああ、なるほどね。稲津ファミリーもね、またいつか帰ってきてください。はい、そうですね、まあそういったですね、ハワイに帰りたいそう思う人たちにお届けしているのがビッグアイランズアイズ。今週はですね、この辺りでお別れです。また来週よろしくお願いいたします。はい、それじゃあまた皆さん。
ハワイを遊びに来てください。アロハー。